はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、チャレンジでブレキューやっていこう。でカイドをやってやっていこう。でカイドですね、4色つけてるけどあんまりいりませんね。まあアシストが外されちゃうんであんまりいりません。で無効貫通潜在つけてます。でアンクルホーン、スキブを2にして陸の武器、まあ陸の武器は何でも OK、 スキブの武器だったら何でも OK。 で 30% 減少ですね、これで持ってきた。まあこのアンクルホーンは大の野望犬コラボコロシアムで手に入るんで、まあ、ぜひとも入手しておこうって感じで、ブリ、回復エルジー、スキルブーストプラス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 で陸の武器つけてる。まあスキブで OK かな、スキブ武器で OK で、ここはスキバクです。単純なスキバクで、昨夜スキブを2にして陸の武器、まあスキブだったら OK で、耐性これとか遅延とかいりませんね、いりませんね。でモニャコ、超覚醒どれでもよくて、6属性ドロキョウ、このドロキョウがまあ強いかな、6属性あった方が嬉しいね。でパステルの原画図かで、フレンドが4色つけてる無効貫通潜在やってこう。ちょっと説明がすごい下手くそかもしったかもしんない。しゃくりでこれでカイドウ打ってこう、カイドウを打ってこう、カイドウを打ってこう、カイドウを打ってで、カイドウを打って、でここで若干俺はですね3色組んでる、3色を組んでる、3色を組むと2000万入る、固定が2000万入るん でこんな感じ でこのアモンがさ若干残るんだよね。あの地味に5属性でドーンって突破しても、突破しようとしてもなんか地味に残る時があって、それが怖い、それがちょっと怖いんで、まあ、ちょっとこんな感じで3色を組んでで2000万でちょっとずつ削っていく、ちょっとずつ削って置いとくっていう感じで OK かな。でまああとはまあいろんな不要色落として、でここで突破ですね。で指が少ないかな、若干ね、このそしてドロキョウですね、弱化ドロキョウ次やってくるんで、まあ、ドロキョウは温存しておいた方がいい、ね、ドロキョウは温存しておく。で倒して、でここだけ運ゲー、ごめんなさいここだけ若干運ゲーですね。であのちょっと運ゲーの例を見せるか、例というか来るかな。でこれでまあこれはまず立ち回りがマニアクを打って無効貫通発動させて、でアンクルホーンを打って、でサッちゃんも打って、でこれであとはカイドウ打って突破するんですが、ここで闇ドロキョウと水ドロキョウ、闇と水、あこんな感じで、そうこんな感じでこの弱化が3つ、これ運悪いな運悪いな、弱化3つとかになっちゃうと、弱化がマイナス2個以上か、2個以上になって、で水がドロキョウないっていう感じになっちゃうと、まあ、水が1個マイナス、水が攻撃力1になっちゃうっていう感じなので、ちょっとこれは負けるで、こういう感じで、まあ、突破するっていう感じかな、俺の立ち回りはこんな感じで。ちょっとこれがねやっぱりきついかな、若干これがあるからすごい、まあ、若干運要素になっちゃうかなっていう感じなんです。でこんな感じでまあ弱化を避けていくっていうゲームかな。ちょっともう一回来るわ、これいいんじゃない、これいいですね、この盤面だといけれますね。闇か水、水か闇にドロキョウが含まれていれば、まあ、多分突破できるかなって思ってる。でちょっと、まあ、こんな感じで OK かな、これでまあ5属性組んで、で、まあ、落ち込みも来たらなおよしって感じか、 OKOK、 まあちょっと奇跡な。でこれでまあ倒せるかな、 OK 倒せますね。うん、やっぱりこの弱化の運ゲーがちょっと難しいね。まあそういう方が嫌な方は、それが運ゲー嫌な方は、まあデフォートとか入れるのありかな、デフォート入れるっていうのもありかもしれない、入れる枠はちょっとわからんけどでバッジは、まあ、指か攻撃バッジがいいかなと思ってるわですね。で総スキブが20であったら OK かな。で今回はこのパーティーでクリアすることができました。よし、もしよければチャンネル登録高評価お願いします。